セットとかちょっといただけるんですかね。楽しみだな。そうかそうか。じゃあそうか、そういうやっぱり特徴がありつつっていうことですよね。結構あれですかね、じゃあ福岡の市内からも出てきてたりするんですかね、皆さん。そうですね、福岡、この間のお客様は、広島から、テレビを見て。佐藤さん、私、井戸田のことを、ちょっと結構分かってるつもりではあるんですけれども、ここからもっと知っていきたいということでですね、素晴らしいいいところを紹介してください、井戸田の。なるほどね、佐藤さんの井戸田町のいいところね。井戸田町のいいとこは何もないんですよ、ここ。何もないことがいいと。逆にそれはもう本当にいいと思います。他より全然こっちの方がいいかなって感じです。ちなみに佐藤さんは井戸田町生まれの方なんですか？そうですね、井戸田出身です。井戸田町生まれの井戸田町育ちや。生粋の純粋培養。井戸田ボーイですね。井戸田ボーイ。これちょっと岩さん、あれですよ。地域おこし協力隊の松本さん。そうなんです、そうなんです。そうなんですよ。たぎりの上田さん。でこの今回道の駅の佐藤さん、なんかこう通じるものなんかあります？はい、イケメンなんですよね。これみんなやっぱりイケメンでしょ。絶対ちょっと佐藤さんすいません、もしよろしければですね、マスクをちょっと外していただくことなどは可能でしょうか。一瞬で。おっと。おいイケメンやんか。おい。これちょっと伊藤田町イケメン説あるな。ありますってこれマジで。これあるな。またイケメン説ありえますね、これは。これなんでこんな男の人みんなほんまにまたイケメンがシュッとしてる。いや説あるわ。そう説あんのかもしれないね。いやちょっとこれ期待できますね。あるのかもしれない。たぎりのもう一人の高校生の人ね、シュッとしてましたね。長添君ね。うん。移住計画とか立てていいですか、私。なんでやねん。糸だ。もうちょっと東京で頑張らんかい。糸だでやりたいです。なるほどね。うわー、これちょっと説ありますよ。これあるよ。これもちょっと楽しめるやんか。ほんまにでもみんななんかこう端正というか。そうなんですよ。皆さんシュッとされてるんですよね。あ、でこれ肌ツヤもいいのもじゃない。ちゃいます？これ。すっぽんやん。すっぽん。なんでもつなげるのやめとけ。つながるけど。つながってますもん。つながるけど。うわー、これちょっと説ありますわ。なるほど、そうかそうか。佐藤さん、はい、彼女は？あ、彼女今年結婚しました。結婚したったんか。そうですか。井戸田町の方ですか？隣町の。隣町。なかなか井戸田町の女子と結婚せえへん。そう、井戸田でやってくれ。さっきもね。さっきもね、本当ですよ。うわ、そうなんだ。佐藤さん、失礼ですけど、今おいくつの？29歳です。29。29歳。29年間井戸田町でずっと過ごされてるわけじゃないですか。はい。やっぱりこのあれですか、本当に何もないところがほんまにっていうふうに思ってきますやっぱり。そうですね、一回自分大学で福岡市内にいたんですよ。福岡行ったよね。やっぱり出て帰ってきたらここがいいなっていう。そうなんだ。我がふるさと的なね。そうですね。ちなみに井戸田の方々がちょっと今日はハメ外しちゃおうぜみたいな時あるじゃないですか。お酒飲みたいとかちょっとはっちゃけようぜっていう時って、ちなみにそれはどこに行くんですか？あらなんか私おかしいこと聞きました。大丈夫ですか？よく行くのがですね、はい、先ほどのホルモン鍋セットを出してる居酒屋さんが、ああなるほど、居酒屋さんがあるんですよ。これ井戸田町にあるんですよね。あ、そうなんだ。なるほど、やっぱりもうホルモン鍋食べに行くんやね。めっちゃいい、ホルモンと酒最高。ありがとうございます。でもあれですよね、やっぱり井戸田町ってやっぱなんかとこなんでしょうね。本当に感じてきました。めちゃくちゃ大学卒業されてから道の駅でお仕事なさってるっていうことですよね。大学卒業して大阪に就職したんですよ。でそこでちょっとやめて帰ってきてうちの駅に就職した。なるほど。一回出て改めて糸田町に帰ってきた時のなんか感じってどんな感じです？でもやっぱり何もないなと思うんですけど、やっぱそこがいいかなって思うんですよね。ああ、やっぱそう思うんだ。なんか私が田舎のおばあちゃん家に帰る感覚みたいな感じですかね。ああ、ここに帰ってきたみたいな。あんま響かんのよ。響かんの。あんまり響かんの。私の発言あんま響かんの。やっぱなんでやろ。ちょっとなんか噛み合ってないのがおかしいですけどね。これあれですか、佐藤さん、奥に見えてるのあれ役場ですもんね。わ、どれですか？あれ役場ですもんね。あれ役場です。あそこの大きい建物。で。今佐藤さんの隣にある道が大阪でいう御堂筋みたいなもんですね。そこ御堂筋？なかなか御堂筋も車の数玉が少ないみたいですけど。御堂筋人も歩いてますね、ほんで。たまにね、チラチラ。チラチラね。さっきおじいちゃんずっと止まってる。おじいちゃんこっち見てましたから。佐藤さんではあれですよ。ほんまに僕ら頼んでいいですか？やれたぎり米やらホルモン鍋やら。先ほど石炭羊羹とか岩ちゃんに食べさせてあげさせてくれます？ホルモン鍋セット3種類味があるんですよ。3種類味があるんですね。はい。うま塩と塩と醤油と黒毛和牛を使った濃い味噌味。お前黒毛和なんで最後で黒毛和牛を押したんですか？そんなんそれじゃないですか、もう一番人気なんですよ。やっぱりそうですね。それがいいです。黒毛和牛って言われたら黒毛和牛食べたい。そうですよ、そりゃそうですよ。もうわ嬉しい。それじゃあちょっと佐藤さん申し訳ないんですけど、はい、後でちょっと道の駅に行ってもらってちょっと我々にその商品をちょっと見せてもらってもいいですか？ぜひ。いや、いいですか。ありがとうございます。もう。嘘。いや、もうありがたい話。ありがたいです。なんか僕らが言うてることなんかすべてもういいですよって言うてくれてるみたいな。いや、本当ですよね。ほんまですよね。嬉しい。じゃあもうだからリモートで道の駅糸田に行けるってことですか？またうまいこと言わはるわ。さすがや。すいません、ありがとうございます。いや、ほんまほんま。でもそういうことですよね。そうですよね。そういうことです。嬉しいです。いや、佐藤さん、ほんまありがとうございます。ありがとうございます。そうか。佐藤さんあれですよ。そしたらちょっとまた道の駅でつながしてもらうんですけど、佐藤さんが思う糸田町のいいところ3つ言うてください。3つ。そりゃね、糸田で育てますから。何もないけどいいところで心落ち着きます。心は落ち着く、いいことだな。いいです。あとは2つ目は地域の方々がすごく優しくてあったかいです。これみんな言わはりますね。そうなんですね。3つ目はちょっと思いつかないですね。おい、糸田ボーイ。3つ目はやっぱり落ち着きます。それ1回目で言うてますよ。2回行きましたね、それ。まあでもどうなるそういうことですよね。でもね。すごい伝わりました。でもめちゃくちゃ。まあほんまにあったかいやろな、人。いいですね。すごい感じます、それを。そうかそうか。わかりました。じゃあ佐藤さん、ちょっと申し訳ないんですけど、この後ちょっと道の駅にひとっ走り行ってもらって。ちょっと商品を僕らに見せてください。道の駅も見たいしね。連れてってください。お願いします。お願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございました。また後ほどちょっとつながしてもらいます。お願いします。ありがとうございます。はいはい、もう今日はもうこのスポットですよ。やばいですね。道の駅ですよ。あ、こう行けるんですもんね。まあ後でまた佐藤さんが行ってくれるんですよ。やば。これやっぱあれですか、岩ちゃん、やっぱこう道の駅ってやっぱりなんか思い出ある？私ね、本当にだからお父さんがあんまけその外出その遠出とかが好きなタイプじゃなくて、で自分の家からまあだから30分ぐらい山道をこう走ってみたいなんで、唯一なんかお父さんとちゃんとこうお出かけするみたいなのが、そこがすごいいっぱい行った記憶があって、家族で行っておそば食べてなんか野菜買い物してみたいな、その何気ない感じやけどすごいそういうエピソードがあって、道の駅のなんかこう思い入れというか、いやなんかわかるわ。そうですよね。やっぱりこうなんかこうなんていうの、子供の頃のそのなんていうの、まあ別に道の駅って別にディズニーランドでもないしさ、もう正反対です。なんかそんな感じだけど、こう親と一緒に行ってなんか美味しいもの食べて地元のもん一緒野菜買うみたいな、そういう思い出って子供の頃残るもんね。そうなんですよ。それはすごいあるんで、糸田もすごい行ってみたいなと思いました。じゃあ徐々にね。いつものこと分かってきたら分からないけども、じゃあこの後またね、佐藤さんにちょっと道の駅とつないでね、いけるんですね、リモートで。はい、じゃあ最後締めてもらっていいですか。はい、あともう少しで糸田町のプロになれます。私は皆様ついてきてください。これからもご紹介していきますのでよろしくお願いいたします。